え日テレ、それって実際どうなのかが TBS、それって実際どうなのかになった騒動について今日はちょっとやっていきますが YouTube で結構取り上げてる方がおいらっしゃいましてあこういうことがあったんだああ、すげえなーというのがあってえちょっと興味があったんでやってみようかなと思っておりますこういうことってあるんだねっていうのねで何かっていうとまあ日テレがあのやってたそれって実際どうなのかっていう深夜番組があった で水曜日の夜中にやってたのね <laughs> で、えー、っとこれがですねなどういう番組かっていうと巷にある噂や疑問をやってみるバラエティなんですね。でこれ実際どうなのかやってみましょうみたいなバラエティでまあだから YouTube でよくあるあのなんか何かにをやってみたっていうのを、まあ、テレビでやってたっていうまあそれぐらいのやつじゃねえかな、ね。だからねあの 都市伝説だけどやってみたとかって、やってみたらどうなるかとかってね、<laughs> そういう系じゃ、見たこらあわかんないんだけど、そういう系などでそれを地上波でやってた場合でやっただけなんのかな、なったら、それはじゃあ人気が出るかな、なんて思ったりするわけですが、やっぱり高視聴率だったんそうですが、深夜番組に至っては。で、深夜番組にしたら高視聴率だったのになぜか打ち切りになってしまいましたと。で、これ打ち切りになった理由が、 そ,のそれって実際どうなのかっていうのがよって制作費が高くて、えー、視聴率は高いんだけど制作費番組制作費が深夜,にいた深夜にしてみては高いとでもそれでそのまあ,あの同じ制作会社が作ってるほ別の番組もあるんだけどそっちは制作費が安いから、えー、こっちが。 打ちち切っちゃっゃたらね要するに制作機が出せないっていうことで,でこ,れには反これにちょっと反発した制作会社とそのスタッフプロデューサーディレクタースタッフの皆さんが「じゃあやめると」「中京テレビやめたんですよ」「やめた時も「いやお前らの代わりなんかいっぱいいるからいいよやめたやめ,たやめたやて,て」って追い出されたっていうことになってるらしいんだけど。 そしたら TBS で拾われて復活させられるっていうですね、全然未満なことが起きたっていうことで、TBS がそれって実際どうなるかっていうのはね、えー、6月3日ですから月曜日にやったんだね。うん。2時間番組で単発でやったんですけど、もしかするとこれでなんかもしかすると、えー、ソーダが落ち着き秋からやるんじゃないかみたいな話もあるんですけど、うん。 でこれがですね、アイドルタにも分かるように説明したいなと思っておりますが、えー、どういうことかっていうとですね、アイドルタにも分かるように説明します。えー、知名度もあって CD り上げも良く、えー、武道館公演も成功させる。アイドルグループがいるが、プロモーション費用が高い。<laughs> ね、高いんです、ギャラも、だからメンバー払うお金も高い、えープロモ。新曲を出す時のプロモーションも高い。 えですえー、高いのでその渋谷の109にはなんかポスター貼ったりとかです、ね、<laughs> 看板貼ったりとかですね、えー、新曲出すたびにあの新宿のネコビジョンのところにプロモーションムービーを流してみたりとかですね。あれ高いね結構あれ、ね。上、えー、高い。ですけどその同じ事務所で活動を始めた後輩グループも売れ出したと。この先輩グループの後輩グループもうま売れ出した。 で、CD 売り上げも良くて、武道館声も大成功したと。えー、これからもっと伸びるよって。しかも、プロモーション披露は安い。<laughs> 安いのに、あの、先輩グループと同じぐらい CD が売り上げがあって。で、初武道館も成功して、お客さん、うわー集まってですね、ええー、7000人ぐらい来てしまったっていうね、<laughs> 平日なら7000人も来て、すごいので、おこれは売れるぞってなって、ええー、<laughs> ですね、えー、先輩グループをですね、解散させて、後輩グループを売り出せたら方が、 事務所的にもいいんじゃねえかっていうね、えー、考えるわけですよでそので先輩グループを解散させよう解散持ちかけるわけですねで持ちかけるんだけど怒るわけじゃん <laughs> 先輩グループのスタッフとメンバー全員事務所を退社するわけですふざけんないやってらんねえって,ってあ解散するのいいよ解散させるのいいよああいいよいいよみたいなじゃ俺だって全部やめるぞプロデューサーからその そのアイドルグループを担当のチームのプロデューサーさんとか、そのディレクターさんとか、マネージャーさんとか、ダンスの担当とか、歌唱担当の人はみんな抜けるって言うんですね。おーお、やめてるよ、こんな事務所。あやだじ,ゃあじゃあねーって言って、やめていくと。うん で、他事務所に移籍するというですね、他事務所に移籍して、同じスタッフ、同じスタッフですね、あの、同じプロデューサー、同じディレクターさん、同じ音響さんのものと CD、 スタッフさん、えー、ダンス担当歌唱指導担当みんな同じ、えー、ワンチームでですね、えー、同じグループ名ちょこっと変えて復活させるっていうですね <laughs> こ,れこ,れこれで感じだったこれでご理解いただきましたでしょうかこういうことが <laughs> バ,テバラエティ番組で起きたっていうのをこれで分かっていただけるんでしょうか、えー、アイドル グループで例えるとこれだけ結構すごいやべえことだとわ分かるわけですよ、これが。だから、うん。そうなんだよ。だからそういうことが起きたということであります。あの、だから、あれだ、だから、あの、ま、もっと分かりやすく言うと、あの、うーんとね <laughs>、うちんとこ出してもいいんだけどね、うちんとこ出すとあれだからさ、例えばですね、うーん、まあいいや。 だまるまる坂。 さんが、どっかいっ、まるっきり事務所と、レコード会社か、なんかで喧嘩して、一席して。まるまる沼っていうの、名前変えて、同じ、そっくり、同じでデビューしちゃったようなもんですよ、だから。それ、同じですよ、だから。同 <laughs> じメンバーで、まるまる沼なっていう、ね、まるまる沼、四十七とかなってるの、一個足し四十七だったとか、四十一個引いて、四十五なってるだけ、わけですね <laughs>、えー。そういう感じであります,です、ね。ええー、あります。でも、だ、原理問題が残るんだよ、あの、結局、これ。 なんでかっていうと、これ制作調査中京テレビなんですよ。これ日テレ系列だから中京テレビで、中京テレビさんが作ってて、日テレが放送してた、全国にばらまいてた番組なので、制作調査中京テレビで出てるはずな、ね、の、テロップにも。で、でも企画は制作会社なんだよ。アイディア出したのも制作会社。この番組のこのコンセプトも出したアイディアも全部そのテロップの出し方とか、おそらく見たことないかわかんないんだけど、その、 セットの配置とかセットのデザインとかタレントさんの座り位置とかあとそのさっきも言ったらテロップとか BGM とかその、まあ、全部その制作会社が考えて出したもんだと思うんですでもこれ著作権を中京テレビに渡すって契約だったからここで制作調査中京テレビで出てるはずなんだよね多分ね。 著作,著作,権,は著作権は中京テレビにありますよっていうふうに出してもこうやってこうテロップでピヨって出てくるはずなんだけどこれがでもねこのスタッフさんが全員対象しちゃったからもしくは対象したときに中京テレビから奪い取ったって認識だったからこれやったん可能性もあるんだよねこれだからこれで認識のズレが起きてる可能性があるからこれこの問題ちょっともうちょっと火種が残ると思いますよ多分。 あの制作会社は多分ね、あのこの番このそれって実際どうなのかっていう番組の,あの制作とかアイディアとかを全部中京テレビに著作物として著作権はじゃあこのうち、これ本当本来なら制作会社がアイディア出したやつの著作なんだよで。著作権はアイディア出したやつにあるはずなんだけど、これを放中京テレビで放送することによって中京テレビに一回ら譲渡しますっていう契約者はあ,あると思うんだよね。 これもちろん口約束でやってないと思うんだけど口約束とか長年の慣習書そういうもんだろっていうことで口約束でしたっていうんだったらちょっとこう弁護士さんも手出しにくいんでさすがに今でもこれ放送業界意外にあれバカだからバカってこういうところざるだからさ意外にこれ口約束だったりするでかんだよね約束がこれ権利状態のことは何も考えて言ってないような気がするんだこれ調査,調査権にうるせえ割には光熱権に関しては。 いやそういうもんだったでしょ昔かなってこれは昔からテレビの創世期のあの日本テレビが鳩の,の休日ってパパパーってやった時代からそういう慣習だったでしょっていう。 ことで別に何か署名も残してなければ契約書もなければってそういうもんだってシャボン玉ホリデーだって制作会社のアライダーだけど日本テレビが著作物だから著作権はにま未だ未まだ日テレになるんだっていうね、えー、おめえらでそれに関しては私らはほら著作物を譲ってもらってんだからそれに関して報酬は出しますよみたいなそういう関係だったんじゃないなんとかちゃーんっていうなんかやり取りだったらでもそれは制作会社は中京テレビを退所した時にもう辞めた時にその こ,のこれも含めてその全部の番組制作の著作権って全部引き上げたって認識でこれやってたとするならばこれ契約書どうなってたのかなってすごい謎な時があるんだよ。うん取り戻したってだからこれ取り戻した認識でやってるってうんだらほんとこれ結構口約束の可能性あるよこれ。だからうないってだから契約書面載ってないから。 いや、著作権、じゃ制作会社のアイディアはアイディアとか、この番組制作のアイディアは、これ著作、あの、例えも言った通り、制作会社のスタッフさんの社員さんのアイディアだから、本来ならば、その、この番組の、その、この番組の著作、著作、著,著作は、 著作権は制作会社のものにあるんだがそれは中京テレビで放送するにあたってそれはったら中京テレビのものになりますよっていうのを本来ならば書面を書面を返して互いにハンコついてこうはオツのこうはオツに対してなん何かいられる契約書書いてそれを読んで、えー、ハンコをしてはいどうぞってなるんだけどそれでも口約束でやってる可能性があるよねこれ絶対ね書面交わしたらできないのこんなんだって。 これ書面交わしてたらこれできないよ。これやった瞬間に著作権法違反で訴えられたら TBS 負けるからね、これ。悪いけど、やっちゃったら。これ制作会社と TBS、放送した TBS は著作権違反として訴えられよ。訴えられたら負けるんだよ、これだって。だって今の中制作著作権を中、中京テレビなんで、ちょこっといじろうがなんだろうが、これ似たようなものだからやってるっていうことで、あのー、訴えられたらかなり 部が悪いのよこれだから TBS でも制作会社もでもやっちゃってるってことはやっちゃったっていうことはこの契約著作権に関する契約とかは口約束だと思うよこれも <laughs> 口約束もう口約束が長年の慣例だから話特に話し合われてない自然のやり取りで決まってるって昔からこういうもんだしょっていうね だから制作会社はその逆手に乗ってじゃあ制作会社がお田くんとか辞めたらこの制作預けたものも制作会社に、えー、戻すっていう慣習でしょっていうんですね <laughs> 戻るこれだから俺たち中京テレビ辞めた時にこの,著作こ,のこの番組の著作権は制作会社に返ったっていう認識で私たちは仕事してますし。 だけど何かって言われたらこれ今度日テレが窮地に追い込まれるんだよねだって書面通してないんだから <laughs> 分かんないよ書面返してないから分かってないでもこれ絶対書面返してないと思うこれうんこういう契約書面って全くやってないと思う多分昔からの慣習でしょって そういういもんだテレビ局と制作会社の関係性ってこんなもんでしょっていうねテレビ局が兄貴で制作会社が弟なんだからって弟のものは兄貴のもの兄貴のものは兄貴のものっていうんですねそれあ分かりやすくてもだからそうだからテレビ局がジャイアンで制作会社がのび太なんだよだからだから,だから,だからでものび太はのび太はジャイアン と絶好する時にジャイアンから奪い取ったものは全部俺の本当は伸びたのものなんだからってドラえもんから各種道具を道だドラえもんで頼んで道具を駆使してでもゴータタケ田武志になる奪い取られた自分のおもちゃを持っていって,持って,い,っていいっていう認識なんですよね認識だから俺はジャイアンと絶交した場合の話だからな。 そ,そういう感じで本当はやっちゃいけないんだけど本当はね本当はやっちゃいけないんだよ勝手に言って俺これ取られたもんだから俺持って帰るって言って俺が窃盗になっちゃうから本当はやっちゃいけないんだよ俺はね法律上はなでもうーんとねまあ俺絶対帳面返してないと思うこれだからこれ多分日テレは苦ガム潰してるんだよ、ね、裁判やるって言ってないでしょだってだから苦ガム潰してるんだけう日テレ多分これどうしましょう TBS はやる気満々だと思うよ多分秋ぐらいからこれそれって実際「道かいっていうのはやると思うよ君が <laughs> 夜中にやるかバレって夜中だろうなって夜中深夜番組でやるんだろうなと思うなうん多分 TBS の言い分は「えいや制作会社が、えー、著作だって制作著作で TBS ってつけてるはずだ、ね、よこれ多分これそれ,ってそれって実際「どうなのかいの 番組終わったサイトの t v e で見てわ分かるけど一番最後のテロップがバーって出てくる人そこでも制作著作 TBS って書いてあるんだから <laughs> そうするとそれって実際どうなのか言っての、ね、はこれ TBS の著作物になるから <laughs> これは <laughs> これで、ね、多分ちょっとここでちょっとねもうちょっと。 注目してみたいですね。もし日テレが裁判を起こすってなったら、またこれはちょっと私動画を出そうかなと思っておりますが、私は多分日テレは裁判はできないと思います。なぜならば、署名を残してない可能性があるからです。著作物に関する、著作物に関する、えー、署名は何一つ残しておらず。だから、これはだから、制作法も今、今ど、著作権がどっちになるかが分からない状態なんすよ。 書面交わせないから。社会通念上だとって話なんだけど、でも書面は交わせないから、契約書も交わしてないから、多分ん交わせないと思うんだよ。だから。でも制作会社は制作会社で、だから自分、それって実際どうなのかの著作権は自分の方にあると。日テレは渡したつもりはねえって言ってる。だそ、ね、中京テレビと日テレは渡したつもりはねえ。でも、書面は交わしてねえ。言ったもん勝ちみたいになってるから結構面白いかもしれません。これちょっと。もうちょっと。 動きがあったらまたやりたいと思います。<laughs> えー、以上です。